自律神経専門家シカ子の部屋へようこそ。今日はめまいがあるあなたに向けた動画です。めまいがある人の傾向っていうことで、いくつかお話しするんですけども、今日わざとホワイトボードを置いてないです。というのは後からお話しするんですが、めまいがある人の傾向の中に目を使いすぎてるっていう、目を酷使しているっていう傾向があるので、ちょっと今日は文字は書かずに聞き流せるようにお話だけするので、もうこれ画面見なくていいです。本当にめまいがあるあなたは画面一生懸命見ないで、お話だけ聞いていただければいいと思って、わざとちょっとホワイトボードは置いておりません。はい、というのが前置きで、はい、めまいがある人の傾向をお話します。これは自分の実体験でもあるし、まあ、施術をしに来てくださる人のこういう傾向があるなっていうのを積み重ねた上でお話ししていますので、まあ、どれかに当てはまらないといけないってことはないですし、もう複数当てはまるっていう方もいらっしゃるかもしれないですし、どれにも当てはまらないな、なんだろうなって疑問に思う方は、LINE 登録とかしてね、ご質問いただければ YouTube ライブでお答えしたり、まあ、カウンセリングっていう手段もありますので、はい、そんなにこうキーっていう感じで聞かなくても大丈夫なんですけども、こういう傾向があるとめまいが起きやすいって、めまいが起きている時にそこの部分を減らしたりとか、そこの部分を全然気にしてなかったっていうところがあったら、そこをちょっと改善するっていうふうにすると体変化していく可能性はあるので、ぜひご覧ください。はい、でめまいがある人の傾向、これね、皆さんに共通してるんですけど、めまいがある人は疲れてます。お疲れです、自覚があるなしに関わらず、体も心もお疲れです。お疲れなんですよ。でその疲れがどこから来てるかっていうのがいろいろあるんですけども、一つ目は忙しすぎ、それがなんていうか、あの人あれだけ動けてるのに私が動けないとかね、そういうその人が あれだけ動いてるから自分もやらなくちゃとか自分もできるはずとかっていうんじゃなく、やっぱキャパとか体力とかいろんなものが個人個人で違いますので、自分が今の状態で忙しすぎなんだ、忙しすぎ、動きすぎで、あとスケジュールがびっちり入ってないと気が済まないとか、なんか落ち着かないっていう方は本当要注意です。忙しすぎ、今の自分のキャパを超えて忙しい、動きすぎ、それによって疲れてるっていう方が一つ。二つ目が寝不足ですね。もう単純に睡眠時間が足りてない。睡眠ってね、おろそかにしない方がいいです。睡眠によって人間の体ってメンテナンスされていて、人間ってもう大脳が発達しすぎてるので、ちゃんと寝ないとリカバリーできないんですよ。だからこの日活動しました、で睡眠をちゃんと取ります、それで頭を休めて、体も休めて、体のメンテナンスをして朝を迎えるっていうのが理想的なんですけど、慢性的に寝不足になると、慢性的に寝不足になっちゃうとね、それもまた自覚ができなくなってくるんですけど、もう慢性的に寝不足になると、もう頭が疲れたまんまで毎日毎日生活していくことになるので、それが蓄積していくとそこの疲労が溜まっていって、症状としてめまいになる場合があります。寝不足、私は7時間寝てるから大丈夫とかじゃなくて、7時間寝ていてめまいが起きてるんだったら8時間でも9時間でもできればね、寝る時間を前倒しして早くしてほしいです。朝遅くまで寝てるっていうのよりは、できるのであれば早く寝るっていう風にちょっと1時間でも2時間もしてほしいんですけど、いや睡眠時間は十分足りてるっていうあなたは朝すっきり起きれますかっていうのをちょっとまずね確認してもらってほしいですね。そう、朝はすっきり起きれて、もうなんか気分よく起きれるんだけど、動き始めたらめまいが起きちゃうとかだと、睡眠不足とまた別な部分がある可能性はありますけど、朝もすっきり起きれないし、
朝起きた時点で、ああちょっと今日も調子悪いなとか、そういう傾向がある方は本当単純に睡眠、まず睡眠不足の、睡眠の質もありますけど、まず時間、それをちょっと長くする、前倒して寝る時間を早くして早くするっていうのをぜひやってみていただきたいです。はい、で次3つ目が食べ過ぎ。私もすごく体調悪かった時に、具合が悪いからたくさん食べなきゃっていう気持ちがあって、ものすごく食べてたんですけど、食べ物を体に入れるっていうのは内臓にものすごく負担かかるんですよ。だからそっちの方でエネルギーを消費しちゃう、体力を消費しちゃうっていうのではなく、食べて十分余力が余るぐらいの量だったら、体の方も他のところを動かすとか、いろんなところにエネルギーを使えるので、食べ過ぎっていうのも結構ね盲点なんですよね。だから具合が悪くなったら、あたくさん食べないとって思いがちなんですけど、全然食べるなっていうんじゃないんですよ。その量を、自分の適正な量を守って食べるっていうのが大事です。とお腹いっぱいパンパンで苦しいってなったら、もうそれ食べ過ぎなので、それには気をつけて、もう本当腹8分目で、本当に具合悪い時は腹5分目で、だんだんめまいが慢性的になってひどくなっていくと、ご飯も食べられなくなってきちゃうので、今めまいはあるけれどもご飯が食べれる状態だっていうあなたは、ちょっとご飯の量をねちょっと減らす、ゼロにするんじゃないですよ、ゼロにするんじゃないんですけど、半分ぐらいまで減らしても大丈夫なので、それで体の負担を減らすっていうことをちょっと心がけてみていただきたいです。はい、今3つ目までって、あで4つ目が、この目を酷使してる、目の疲れ、仕事はパソコン、例えばね正社員で働いてます、朝から夕方までずっとパソコンを見てます、パソコン作業が多いです、で家に帰ってもタブレットなりスマホなりでこう、そういう電子機器の画面を見てますっていうあなたは、どっかで減らした方がいいですね。どこかで減らした方がいい。単純にそういうなんかスクリーンタイムっていうんですか、それを減らす、できるだけ減らす、それプラス、あとね、その目、人間の目って近くのものをじっと集中して見るっていうのにあんまり適してないんですよ。あんまり長時間じっと近くのものを見続けるっていうのには適していないので、めまいが起きて目を酷使しててっていう方って、じっと物を見る癖があります。私もそうでした。だから例えばその、スマホとかをねスクロールして、例えばよく見る画面で何か目的のところが下の方だから上にこうバーってやるっていう時も、これ意識しないと分かんないんですけど、そのどんどん流れていくものを別に自分の目的のものじゃなくてもしっかりこう見ようってしちゃう傾向があるはずなんですよ。これ本当意識しないと分かんないんですけど、だからちょっとしたことでも、別になんか朝歯磨きするのにね、歯磨き粉をじっと見なくてもいいんですけど、歯ブラシに歯磨き粉をつけるときになんかじっとこう歯磨き粉、なんか粒の一つ一つというか、なんかこう、そういう粒が入ってるか入ってないか分かんないですけど、歯磨き粉のそういうちょっとなんか細かいところまでしっかり見るぐらいじーっとこう見ながら歯磨き粉を歯ブラシにこう出してますとかね、これ本当意識してみてください。なんか必要以上にじーっと見るっていう癖がある方いらっしゃるんですよ。私もそうでした。だからもうあんまりねこうじっと見ないようにしてきましたね。でだんだん老眼にもなってきたから、あまりなんかじっと見ても焦点合わなくなる場合があるので、それはもう無理に焦点合わせようとしてないんです。もうすでにその辺は諦めてるんですけど、はい、だからそういう癖がある方は、あもう目を休める、もう単純にまぶたを閉じるっていうことですね。まぶたを閉じる時間を長くする、で遠くを見る時間を長くするっていうことですね。はい、今4つお話ししたんですけど、はい、今4つです。この4つの傾向どれかに当てはまりませんかっていう話なので、繰り返しになりますけども、1つ目は忙しすぎる、2つ目は寝不足、3つ目は食べ過ぎ、で4つ目が目を酷使している。
これのどれかに当てはまっていて、あ、やっちゃってるわっていう方はちょっとそこから改善する。でも何よりも本当体をこう休めるっていうことに罪悪感は抱かないでいただきたいです。はい、なんか喋ってるの毎回どんどん動画が長くなってすみません。ちょっと今日はこの辺で締めさせていただきます。はい、今日の動画もいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。